ボクシングの WBO 世界バンタム級タイトルマッチが13日、日本時間14日、カナダのケベックシティで開催され、王者ジェイソン・マロニー、オーストラリア、が、同級7位サウル・サンチェス、米国、22対0、116対 112×2114-114 11の判定勝ち。2020年に井上直也、大橋、と戦っているナイスガイが、初めての防衛に成功した。 動画、マロニーが WBOO ザ初防衛。右目付近から出血しながらサンチェスにパンチを浴びせる実際の映像両者は見応えある打ち合いを展開。中盤、マロニーは右目付近から出血しながらも激闘を続けた。終盤になっても近距離で譲らず戦い抜き、勝負の結果は判定に。大熱戦をマロニーが制した。マロニーは2020年10月31日。 同11月1日、WBA スーパー &IBF 世界同級タイトルマッチで王者、井上直也と対戦。7回 KO 負けを喫していた。キャリア初の KO 負けで世界王座獲得を逃したものの、そこから5連勝で WBO 王者に。ついに掴んだベルトをこの試合でも手放すことはなかった。この試合前、A 専門メディア、プロボクシングファンの YouTube チャンネルで、彼、 井上はビーストだ彼を見るのが好きだし彼から多くを学んでいる。今は僕自身もチャンピオンだからその経験に感謝しているよと語っていた。